todos, amigas y amigos del mundo entero. Estamos en un nuevo programa. Esto es En la Boca del Lobo en Japón. Bueno, pues amigas y amigos, ya no falta nada para el 28 de julio y celebrar nuestro aniversario patrio. Y nuestro programa, amigas y amigos, ahora está aperturando con este reportaje su reconocimiento a la labor que hacen muchísimos peruanos en estas islas. Hagamos un poco de historia muy rápido, amigas y amigos. Allá, a mediados de la década del 90, había una tienda de productos peruanos allí en Aikawa que se llamaba El Tambo de Oro, y su dueño era César Funato, y a él cada mes le pedíamos, desde muy el sur de Japón, cuando estábamos trabajando, le pedíamos que nos enviara los tamales de guacho y muchos productos peruanos más para poder hacer algo de nuestra comida, preparar, degustar, en fin. Pero hoy, amigas y amigos, estamos hablando del mismo personaje. Estamos hablando de César Funato. Estamos hablando de los productos peruanos y de la comida peruana que él ahora expone, vende, ofrece a los japoneses. Y estamos hablando, amigas y amigos, de la visita que le hiciera la televisión japonesa a su restaurante allá en Aikawa. Realmente esto ha sido muy celebrado por todos nosotros aquí. Y ahora sí, pues, amigas y amigos, ya no los hago esperar más. Acompáñame en este reportaje. ちょっと見てください。看板が出てますね。こちらですかね。ちょっとレストランっていう雰囲気じゃないんですけど。かなりシンプルな外観のケイミレストラン。 南米ペルーの本場の味が堪能できる珍しいお店です。店主はペルー出身のセサル・フナトさん。ペルーに移住した両親のもとに生まれた日系2世です。素晴らしい料理が作りたい。みんな食べる料理。ペルー料理にはどんな特徴があるんですか？世界の料理まとめてがペルー料理になりました。 ペルーは南米大陸の西側、ハイゲイ洋に面し、世界遺産のマチュピチュやナスカの地上絵などで有名です。19世紀の中頃、好景気に沸き、移民が増加。各国の料理が融合し、ペルー料理になったといいます。はい、お待ちどうさま。こちらは スペイン移民の影響を受けたと言われる料理、白身魚のスズキとタコのマリネ、セビチェ。ライムとレモンで作ったソースを絡めています。魚介に爽やかな酸味を効かせた一品。ペルーの伝統料理もありました。茹でたジャガイモにチーズと練乳、唐辛子で作ったソースをかけます。アンデス地方が発祥と言われる パパーラワンカイーナは1皿750円。仕上げに赤ピーマンとオリーブで色付けしています。そして一番人気はロボサルターノ。ご飯とワンプレートになって1450円です。牛肉と野菜を炒めた料理でペルーでは国民食なんだとか。来店したお客さんのほとんどが注文するほどの人気メニュー。 食材の牛肉は塩、胡椒で味付け。野菜はトマト、赤玉ねぎ、香草、そしてフライドポテト。これらをフライパンで豪快に炒めます。味の決め手は炒めながら入れるこの調味料。実はロボサルタードは日本と深い関わりがある料理なんです。 豪快ですね。すごい。これ1人前？え、すごい。じゃあいただきます。ポテトフライが入った2本ではちょっと珍しい組み合わせですが。香ばしくてお肉の味わいがいいですね。なぜだかこう馴染みがあるような感覚にもなる。日本人に合う料理ですね。日本人のおかげでできた料理です。日本人のおかげでできた料理。そうです。日本の醤油は入れてるんです。醤油？そういうことです。の味？そういうことです。
中国人が考えたといわれるロモサルタード、その後日本人が持ち込んだ醤油が使われ今の味になったそうです。ペルーで醤油は一般的な調味料、現在はペルー製が多く使われていますが、セサルさんは日本の醤油にこだわっています。ペルーの醤油の方は色が濃い、ソースみたいな感じに見えるけど、見た目は濃いですが味は、あ、あっさりしてますね。ペルーの方はそうです、日本の醤油の方が濃い。日本の醤油は香りとか味さとか、ね、調和をですね。店主のセサルさんと一緒に働くのはペルー人の奥様ミリーさん。日本が大好きなんです。特にお気に入りは、インカが大好き、インカワさんと、ミツラキバリ、ミツラキバリ。外国人のお客さんとラテンのノリで歌うセサルさん、日本に来たのは1988年、理由を伺いました。ペルーの方にね、いろんなトラブルが起こったんですね。夫婦は28年前、ペルーで結婚。当時セサルさんは政府で働き、ミリーさんは国語の教師でした。しかし、ほどなくしてペルーの経済が悪化します。セサルさんは収入を得るため、単身日本に出稼ぎへ。やっぱりね、子供たちに生きるためになったのでね。そして1997年、家族は日本で再び一緒に暮らすことができました。来日した当初は、ガソリンスタンドで働いていたセサルさん。一人でも頑張れたのは、日本人の友達の支えがあったから。寂しい思いをしている外国人のために日本人と交流できる場所を作りたい、そう願い9年前この店をオープンしました。セサルさんはどんな人ですか？いい人です。喧嘩はしますか？喧嘩じゃなくて、ちょっとうるさいねお互いにうるさいですよ。もちろんはね、私はね、うるさい時はね、答えるうるさくなる。だから黙っていった方がいいです。二人の子育てを終えたセサルさん夫婦、店が休みの日、家にお邪魔しました。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは、どうも。ミリーさんはお昼ご飯の準備中。この日はペルー料理です。ソースをかけたジャガイモの伝統料理に貝と野菜のマリネなど、さらにセサルさんが取り出したのは、これは一番好きです、ラッキョウです。うん、おいしい。二人とも日本食が大好き。牛丼や豚汁もよく食べるそうです。そんなセサルさん夫婦が店でイベントを企画、今まで支えてくれたお客さんに感謝する日です。なんとなんと、ペルーのテレビ局が取材にやってきました。実はセサルさん、ちょっとした有名人なんですって。Sí, yo me despido porque ya son en este momento las 1:30 de la mañana. Ya.Hay que irse a dormir y porque mañana hay que salir a trabajar. Amigas y amigos, ahora sí, será hasta un próximo reportaje.牛肉と野菜を炒めたロモサルタードが一番人気。南米の料理ですが、その味は、なぜだかこう馴染みがあるような感覚にも、なんか日本人に合う料理ですね。日本人のカレーでできた料理です。実は日本が深く関わっていました。さらに、ペルーのテレビので、で出るんですね。ペルーのテレビ局が取材するわけ。結婚して28年、セサルさん夫婦が営むのは南米ペルーの本場の味が楽しめるレストランです。名物は白身魚とタコのマリネ、セミチェ。
レモンとライムで味付けしています。そして日本人のターゲットに効いた料理です。ペルーの国民食ロゴサルタード、牛肉と野菜の炒めには醤油が使われています。店をオープンして9年、セサルさんはこの日会社イベントを開催。今日はね、ソーセージ作ります。常連客や近所の人にペルーのソーセージをプレゼントするそうです。一から手作りのソーセージは粗挽き肉でスパイシーな味わい。日本ではまだまだ馴染みの薄いペルー料理、多くの人の支えがあってここまで来ました。皆さんに大勢の人に感謝しています。そしてこの日のイベントを取材しようとペルーのテレビ局もやってきました。日本支局のスタッフです。実はセサルさん20代の時にラジオの DJ や歌手として活躍。さらにペルーの選挙でちょっと頑張ってたんですね。だからそういうことはね、あちらの人はよく分かってます。来日した後もペルーの国会議員選挙に出馬、現地ではちょっとした有名人なんだそうです。南米ペルーで生まれた日系2世、出稼ぎに来た日本での生活に戸惑いながらも家族を守ってきました。そんなセサルさんの記憶に深く刻まれている日本人がいます。坂本九です。坂本九のおかげで日本は有名になりました。みんなの日本人たちやね、日系たちが喜んでたんです。なぜエメビをケレルテ、なぜエメビをアブラルテ、ニンゴナグエジャデケエミコラソ。さまざまな国の料理が融合したペルー料理、この店も良き交流の場として愛され続けています。鎌田さん、そうです、サダとサダさんって言うんですかね、ペルー料理店の店主さんは、はい、優しい、いい顔してますよね。でも美味しそうな料理で、まあ、こういう方が日本を愛してくれるっていうのは日本人としても嬉しいですね。以上、特集でした。¿Y qué tal, amigas, amigos? Vamos a condensar el ceviche y el lomo saltado en escena. Podría dedicarse el título del reportaje si nos pidieran nuestra opinión, amigas y amigos. Y estoy segurísimo que esto que ustedes han visto ha sido una fuerza motivante más para que muchísimos compatriotas que estamos en estas islas apostemos por conquistar el paladar japonés, ofreciendo pues toda la gama de productos que tenemos, desde el arte culinario que ofrecer aquí a los japoneses, amigos y amigas. De eso se trata, conquistar el paladar japonés. Yo creo que las cosas están sobre la mesa y hay que empezar a trabajar, amigas y amigos, ¿sí?Queremos tener un trabajo propio, independiente, como lo tiene César Funato. Saludos para César Funato por este gran paso y esta exposición y esta visita que le hizo la televisión japonesa. Amigas y amigos,